開発者のメンタルが凄まじい、PK 戦サッカーカップ、ゴーエンジ君のシュートは素晴らしいのですが、もしかして軌道の方がシュート上手だったりする？無理やり動画のフルネタ作ろうとするなよ。とっても頑張って、コインを3000枚集めました。その頑張りわかる人ゼロだからな。これで、軌道を買うことができます。ドラゴンクラッシュでおなじみ、染岡と、トライアングル Z でおなじみ、ムカタ三兄弟は1500枚ですが、軌道はレアだから倍のコインが必要なんだ。なんで続きやアフロディはいないんだよ。きっと、軌道を相当なレアキャラにしたかったのでしょう。他のキャラが見たい人は、いないレース D をやれってか？その通りだよ。今回は、レベル31。シュートうますぎんだろ。このゲームは、フリーキックのゲームで、普通にゴールに入れると、10点。ポストギリギリに入れると、25点。バーギリギリに入れると、50点。そして、上の角に決めると、100点入ります。こんな感じですね。そして、右上のボールの数を失うと、ステージ終了。その時点で獲得点数が、ステージクリア点数に到達してるかどうか、そういったゲームです。解説が丁寧すぎるわ。ていうか、キッカーがゴーエンジでも軌道でもあんま変わんないだろ。軌道のが若干コントロールが安定してます。このゲームがそんな細かいパラメータ調整してると思えないわ。ちなみに、レベルが上がってくると、だんだん、要求される点数の上限が増えていきます。でも、30分以上遊べば慣れてくるので、ステージクリアは余裕です。遠距離だと、高得点を狙うのは難しいな。なので、100点はなるべく近いとこで決めていきます。でも、100点を狙いすぎると、よくバーに当たってしまいます。だから、ちょっと低めを狙って、100点じゃなくても、ゴールに入ればいいぐらいのシュートのがいいかもな。獲得ポイント10点は後半になると誤差なのですが、弾数が減らないところがミソですね。でも、あと100点でクリアだぜ。だからちょっと通っても狙っていく。次は、ムカタ三兄弟の長男を使っていきます。この人は、駄菓子屋で子供の順番を抜かして、遠藤守に説教されていたことでおなじみですね。頭のクソ野郎じゃねえか。やっていくのは、ステージ44、三兄弟だけど一人しかいないから、どうなのか？それ以前にステージの難易度高いだろ。今のは、ポストギリギリに決まったっぽいけど、このステージは終盤なので、必要とされるクリアポイントが、最低500なので、右上ギリギリの100点を取らないと、果てしなくめんどくさくなります。さっきから全然右上のポイント取れてないけどな。あーもうこいつダメだ。染岡を使っていくぞー。見てください、このやる気に満ちたウォームアップ、華麗なるステップで、柔軟性を高めています。そしてこの顔、どんな心境なんだよ。染岡なら、きっとやってくれるはず。すげー。ほら見ろ、これがライモン中学不動のエースストライカー、染岡優吾の実力です。キッカーの能力に性能差なんてこのクソゲーにあるわけないのに、染岡を使うと、ムカタ長男より圧倒的に高得点ができてしまう。いや、絶対このゲームは染岡に補正がかかっている。明らかに、コースにピンポイントで決まりまくる。ちょっとずれたら赤枠に弾かれるのに、なぜか寸前のところでゴールに決まってしまう。おい、これムカタ長男よりも、ゴーエンジや軌道よりも、圧倒的に染岡がシュート上手に見えてるぜ。事実なんだから、しょうがない。右上に決める精度が異様に高い。なぜなんだ、どうしてそこだけめっちゃピンポイントなんだ。このクソゲーの開発者、もう、間違いなく、意味わかんないけど、絶対に、染岡を隔ったのかー。